どうも本能の小物釣り師です。今回は竿を出してない偵察だけの動画です。釣りバカ日誌の日がありますロケ地になったようですね。初めて知りました。ただしこの場所は何回か来てまして、まあ、石田フィッシャリーナという富山湾の東側の漁港です。ここで何度か釣りをしたことがあるんですがあまりいい思い出が正直ないです。ここはただしなんか釣り禁止の場所ではなくて釣り専用の桟橋があったりとかしてまさに釣りのためにあるような港だったりします。まあ多分釣り船なんかもあるんでしょうけども、その釣りの桟橋ですが現在工事中のようで令和5年8月18日から令和6年3月28日今年度いっぱい工事中とのことです。写真を撮っておきましょう。覚えておきましょうね。今年度いっぱいは工事中で、オープンは、来年からと、来年から再開されるようです。それでは工事の、現場の方に近づいていきたいと思います。まあ、当然工事中なんで、釣りはできないと思いますが、まあ、見るだけ見ていきたいと思います。せっかく来たので、どんな感じなんでしょうか。釣り場の入り口のところに、まあ、トラックが止められてますね。まあ、作業員さんのユニック車ということと、まあ、入ってくるなという、まあ、そういう意味もあるのかなと思います。釣り桟橋、鉄骨のところが、遠くに見えてますが、まあ、ここで作業員さんが、何かやってるようですね。まあ、溶接でしょうかね。まあ、こちら作業員さんがいて、釣り人はいないようです。竿を持ってる人は見当たらないです。まあ、邪魔になるから来るなということだと思います。もう少し近づいて、見てみたいと思います。まあ、左側海ですが、まあ、こちら港の中で釣ってる人も、今日はいないようです。ここを、トラックの脇をちょっと取らせてもらって、いつもの階段が、釣り桟橋に向かう階段があって、ここを登っていくと、釣り桟橋と同じ高さのところに行きますが、こちら正面釣り桟橋は今回は邪魔になりそうなので入るのはやめておきたいと思います。海は綺麗ですね。こちら海の様子ですが透明度かなり高い状態になっております。どうしましょうかね。もう少しこっち左側に突堤がありますので今からそちらを見ていきたいと思いますが、作業員さんは結構動き回って作業してますね。まあ、工事もきっと大詰めなのかなと思います。それでは左側の取って見ていきたいと思います。まあ、こちらも釣りはできると思いますが、漁師さんに聞いてみたら、突端のところ、突端の先端ではやるなということだそうです。船道になっていてそこに根掛かりした糸が絡むと、それに船が絡んで、困ると邪魔になるのでやめてくれということだそうです。なんでやるならこっちの付け根の近い方でやってくれということだそうです。透明度は高いですね。ケーソンが右側見えております。さて、まあんまり先端の方は、釣りやってくれるなということだそうで、まあ今日はやめとこうかなと思います。あと漁師さん言ってたのはこの時期川からの水が冷たい水が来て水温が低くて全く釣れないということで、まあ、釣れ始めるのは夏になってから6月以降なんだそうなんで、まあやるなというよりやめとけということだそうです。というわけで今日はこれで帰りたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。